それではね、横穴式を見に行きましょうね。どうも担当者の方が暇らしくてね、一生懸命ね説明されんねんけどね、撮影する前に一生懸命説明されたよね。もうちょっと前に撮影しとったよかったな。こぼれたところにね、そのいろんなやつ出たとこあるんやって。中入れないけど、ちょっと一遍見てみましょうかね。これ出たとこか。これを階段降りて、これどういうことだ、これは。これは何だ、なんか下ろすんだろうな、あのあれを。押し車でも下ろすんかい。よく分からんけど、シールをいっぱいくれたけどね。これかい、もういきなりやんか。これがね、5月と、ね、11月にね、これやって。こっちは、こっちか。え、なんだ、これにレプリカが前に置いたんだよ、これ。あ、その上開けたとこな。こんなレプリカを。ね、なんか書いてあるんだけどね。入られないらしいですけど。これなんて、壁画、線刻壁画。線って書いてあるんでね。なんだこれ、上上がってみようか。あ、これは今作ったやつやね。これは古くないわ。これ作ったんですわ、近代ですわ。でこれがね、古代のね、入れないんだけどね、これ。このやつ。ちょっと真っ暗でございますか。なんかちょっとこれ見えるのかな。全く見えないか。全く見えへんな。なんか明かりついてんだけどね。電気つけるところかなんかないかな。いやいや、ほんまに真っ暗やわ。残念ですわ。残念でございます。5月と11月とかね。はい。はい。この前にね、壁画はね、あるんやけどね。はい。レプリカが。ほんで、これどこ行くんだろう。この山に古墳が1400箇所あるで。竹林広場、竹林広場。上上がってあの古墳見ようか。ここもちょっと見てみましょうね。松岡山古墳がね、前方こう行くんですよ。この館のところにね、遊軍があるのかな。30分ぐらいかかるかな、一回回って上まで。30分上がるか、電池が持つかな。ちょっと見上がってみましょうね。これ左上がるのかな。いや、上がらへんな。やっぱり道なりに行く方がいいんかな。あら、これ資料館に行ってまうわ。イノシシより、こっちか。イノシシが出ますって。さあさあ、イノシシが出たらどうする。向かってくるわよな、近くのイノシシはな。向かってくるらしい。棒かなんかないかね。棒もないな。逃げられへんで、あの速さがな。ダーッと走ってくるから。出会いの広場。
公園になってんね。古墳が何ぼやった、1,400基あるやつだな。すごいですよね。もうこれまた後分だ。あちょこち上がってくれんな、これ。これ左だろうな。歴史の広場。56号。崩壊横穴。いや、呼び出た方がいいな。まあまあ、古墳は、どこやったっけ。河南城でもいっぱい見たな。1500基もあるようなすごいよね。まだ発掘調査全部進んでませんけど。これ上がると上にあるのかな、あの古墳が。丸山古墳かとか、何やったっけ。これ高井田横穴、高井田横穴市公園やったっけ。これ右と左とこっちどっちや。どっちからだろうか、こっちからだろうか。こっちから上がってみましょうね。あら、民家やけどね。第二集合56号。あら、縦穴か。これあらあら、全然見えへんかね。これ見えないんですけど、曇ってるの。あ、こっちから見えるか。あ、ここが出たよな、アイロンが。日本では2例目だぞ。あそこにあるアイロン、ほら、あそこにアイロンありますよ。ほら、あんな風にあったらしいです、アイロンが、ね、こうやって屋根してあるんですよ。これどうするんだ、これ。え、どこから出るんだ、これ。出る道がないぞ。あら、あらあら、出られへんやん、これ。あらあら、これは出れませんね。一回降りて、ほんで左、どこだ、左行くんかね。これ左くんか。これ左。これ行ってみましょうか。これで分からんな。どっち行ったらあるんだよな、一番上にね。これパッと見ただけでは、これ古墳でわからんかもしれんな、これな。この感じでは。あれ、行かれへんの、これ。これが一番上かね。ほらほら、これ一番上。ちょっとちんぷんかんぷんやな。ここ降りる。これ降りたらどこ行くんだ、さっぱりわからんな。初めて来たからな、分かりませんね。さっぱり分かりませんね。おお、危ない。ちょっとね、あまりにもね、階段が狭すぎんね。はいはい。
ここにもなんかあるね。これ本当に山やからほんま分からんわな。これこんなんです。4、5分、石積んであるのちゃんと。これってことは上から土かぶせたんかね。これあの上もあるね。これほら、あら、この3つもこれ珍しいね。これこれも5分ね。5分3、5分4、5分。あらあら、もうこれまた上がんな。ちょっとイメージがわからんな。これは広さのイメージが。で6、5分。これは5、6分。これ石が積んであるんだ。ということはこれ山の中に、どうだろう、どうなんだろうな。きちっと石積んでるやろ。あとで上から土をかぶせたんかね。でも山の中行くね。こうおうおう光ってます。ピカピカ。ここもこの大きさやろ。これ17、5本。第2支部あの上にもあんねん。これ14、これ17で、これね、これ見える中。ああ、水溜まってんか。これやっぱ上からかぶせた感じやな、土をね。そんな大きい墓じゃないんやけどね。はいはい、これね。ほんでこれ下降りて、あらあら、お墓ですよ。下はお墓ですよ。で反対側にね、松岡山町のどこや、見られへんな。ここからあれ、松岡山が見られへんぞ。ここから見れませんね、松岡山は。こんなんだわ。ほんでここからね、おっとっと、ここが墓。いやー、すごいね、この量は。これも千何箇所、千五百箇所あるで。おお、ここもか。これは普通の自然と山に穴掘ったんだろうかな。穴掘って石を、穴掘って石を掘ってるのかあれはね。これ何も書いてないぞ。ここは書いてあるな。何5分12、5分。これもお前はそうやったんやな。分からんけどね。もう崩されてもて。これもだ、はい、これもこれも何5分11、5分。はいはい、11、5分。中入ってええらしいけどね。いや、上もあんねん。ほら上も、上もあんねん。これ山やな、やっぱり。古墳地、あの墓って 山の中に作った古墳やろね。これお墓ですね。土をほんで上から持ったか、持ったりしたんかな。これはどこだ。第2支部5号分。どこ、59号分。どこや。これも穴が見当たらへんね。これ石がこうそうやろな。これこのまんまやろ。え、これどこだ。さっき来たか。これさっき通ったとこやな。そうすると下降りたトイレになってんな。
こうしますとそんなに広くはないんだ。もっと山の上が流れるかもでね、あれなんだね。ここはなんだ、部屋広いぞ。ここにも古墳があるか。ああ、元大木の、ね、北側で言えばここにはないのかや。それもあれやな、その穴もなんかあるんか、わからんな。これもわからんな。ヘリか、どこと思うんだヘリは。真後ろ、真上を飛んでるね。トイレがあって、これずっと左に行って、これ歩いたっけ。これいや、歩いてないね。え、ここ歩いたか。ちょっとわからんな。ちょっと歩いたような気がせへんけど、え、歩いた。あれ、わからん。これは初めて歩くかもしれんぞ。で、あ、ここはね、竹林の農農具だろうな。竹林、竹。だから下、一番下下とかや、これちょっとよくわからんね。地図が分かってないからね。地図も見らずにゴロゴロしてるからな。よいしょ、休憩所でございます。休憩所、こっから上がれるかね。上がれんね、こっからね。ここから上がりますよ、これ。ここから上がれるけどもな、こっち左側ちょっと見とこうか。せっかくやから。ここから。あ、そこね。はいはい。そこですわ。さっき来たとこやね。いや、さっき来たとこじゃないよ、これ。いや、そうよ。あの、降りる手前のとこよ。ここに置きあんねやんか。これやっぱだから、ね、崖に穴を掘ってこれ、作ったんかな。これは、石はわからんね。なんか掘っただけって感じやな、これ。竹林の横にね。こっち側があるか。ここなんかあるけどね、ちょっと。ビニール糸かぶってます。これこれこれ上がったらさっき見たとこやろな。これよいよい、ここやな。ここはさっき来たや。ああ、ここ来たとこやわ。あらあら、はあ、すいません。ちょっと下を降りてみようか。これだとこが駅かな。あ、ここにもあるんだよ。ここにもほら6号分が、これ7号ね。ここは石がいっぱいあるけど休憩所でございます。休憩できますけどね。19号分、もうここだったら墓だらけでございます。ここは
この上何でもないでしょう。ここも墓がいっぱいあろうもたら、一個はだけかい。ね、ここ一個あるやろ。ね。ほんで、ここも崩れとんねんな、ここね。ね。で、ここは、ここじゃないか、全然。あ、ここやな。ここの勝手やな。わかんねえな。で、この横。すごくなってます。あ、これじゃ。これもあるよな。これ横ないんだね。横ないね。ここはね、21号本が。ね、これ横は。下が道やな。ここは何もなさそうやな。広場になってんで、これ流れてみようか。横穴記念公園。ああ、横穴記念公園だ、これな。そういうことか。ないぞ、横穴が。この横穴があったやろ。崩れたんだよ。山の方になってるね、まだこの付近にはないねんな、古墳は。崖がないねんな。よいしょ。どこ行くんやろうね、これ。わからんね。資料館帰れるかね。なんか見たような見ないような、こう。ちゃうな。なんだこりゃ。今どこ、何なとこおんの。高枝山古墳、あれ今行ったやな。古墳の道、今どこおる。あんなとこおんの、現在地。ほんでまっすぐ上がってまた下らなあかんの。はいはい、わかりました。古代の道は今通行禁止でございますね。
これをね、本当に右やろうけど、まっすぐ行ってみようか。これ、ね、まっすぐ行ってみよう。まっすぐ行けんのかな。迷路みたいになってんね。ここはなんだ、これは何でしょうね。資料館が見当たらんね。これはここなんだ。なんかあんねんけどね、これ。これね、こっちで、こっち行ったらわからんな、これ。どこ行くんだろう、これ左を追えらないかんのでしょうかな。あ、それが資料館ね、そこがな。そこ資料館やから、それ左やわ、これ。これ左や。これ左行った方が早いんちゃうかな。あれ。遊園地みたいな。いやな、あれやったらだいぶ随分遠回りになるからな、これ行こう。住宅地でございますからね。あそこや。資料館です。